お待ちを。準備中。あるあるとちょっと。起動と。ちょっと2時間しかないけど、軽くやろう。今日の夜もちょっと、帰り遅くなっちゃうから、やるかはわかんないけど、夜の部もあるかもしれんけど、ちょっと一応昼の部でやります。3時まで。さすがにもういないか、人。昨日はな、昼いたんだけどな、トムさんとか。まあ、やれる範囲でやろう。あれ、音楽が、かなりな。重たいな。前回のあらすじ。ラリアットさんが来てくれて、迎撃拠点の方が、修理が終わって、まあ、フォードまではもう、ファームしてればいい、クエストこなしてればいいって状況かな。で、ダーツトラップとか、やっぱ鉄をまた掘らないかんのと、あと俺がちょっと武器変えた、なんだっけ。槍と、スナイパーライフル系だったけど、クエストこれからこなすにあたって、ショットガンと SMG 系に変えたいから、まあ、まだ SMG は上げてないけど、で、ショットガンと、ビリビリ武器、近接武器の、あれに変えた。こんぐらいか？なんで、まあ、俺もあれか、鉄鋼アーマーとか、硬めのやつつけるか。まあ、アーマーはぼちぼち変えていこう。そんな感じで。弾は、弾はあるか。火薬もある。そうだね。で、今、ティア5。トムさんがティア5受けて、俺もティア5にやっと上がったから、多分もうちょいでトムさんがティア6。しばらくはティア5をちょろっとやったり、まあ、他のみんな、リスナーさんのクエストを回して、みんなで上げつつ、やね。まあ、ゴールは一応ティア6の刑務所クリアしたら、クリアかな、俺の中ではね。これで一区切りって感じか。まあ、だけど意外とゴールは近い。これ終わったら一回、のんびりゆっくりやるわ。難易度も普通にして、こう、なんだろう。初めてセブンデイズやる人とか、あんまり慣れてない人でも、入りやすいような、おしゃれな拠点を作ろう。機能性より。今回は、だから、難易度上がると、やっぱ難しいから、縛りもとかも入れてるしな。基本自由で、なんかちょっと凝った拠点作るか。防衛には適さない。ただ、なんだろう。ちょっと、秘密基地的な。なんかいろんな、そういう拠点作ってる人いるやん。なんかそういうのを参考にして、
チャレオツな拠点作りてえな。なんかね、あれやったりこれやったり味変しながらセブンデイズやってるんだけど、なんかいよいよやることなくなると飽きが来るから難しいよな。まあ、まだ言うて俺も やってない縛りとか難易度とかもあるんだけどね。今全速昼でも全力疾走にしてるけど、最高速もあるしね。この一個上の最高速もあるし、あとフォードの敵の数もまだ今16体とかじゃない。8体か16体かわかんないけど、64体にもしてないから、まだまだやれることは多いんだけど、もうプレイ時間も700時間超えたから、まあ、最悪、大型モッドかな。でも大型モッドだと、リスナーさんが入りづらいんだよな。それがある。だから、俺としては、セブンデイズの大型アップデートが来るか、もしくはセブンデイズみたいなサバイバルゲームにそのまま移るか。そしたら、モチベが保てるんだけどなって思って。まだね、そんなこと言うたって、なんだかんだ言ってもらセブンデイズのモチベは高いからいいんだけど、まあ、さすがに最初の、何もやったことない、あ、これ初めて、ここの建物初めて行くわ、このクエスト初めて行くわって時よりは、やっぱりワクワク感は減ったよな。なんで、なんかうまいこと、味変して、長く遊べたいなと思ってます。で、なんか、こういう楽しみ方がある、ああいうプレイの仕方があるとかあったらね、教えてください。ゾンビのサバイバルゲーム、でもいっぱい出てほしいよな。セブンデイズトゥーダイじゃなくて。拠点守る。まあ、なんて言ったらいいかな。ファームツーゲーム。あんましてこなかったけど。面白えんだよな。だからラストとかもやったら絶対面白えんだけど、なんかパパッとなんかフットワーク軽くねえからな。やるまでがやっぱああ面白そうやなってなって、それで終わっちゃう。配信見てああこれ面白そうやなってなって終わっちゃう。自分がやるってなると、なんだろうな、労力、多分ね、これは、ね、若い人には分かんないんだろうな。10代20代前半の人には、多分俺が何言ってっか分かんねえって思ってる人もいると思うんだけど、やっぱね、30代以降になるとね、やっぱなんだろうな、人間、気持ちは若くても、なんか新しいことを始める、まあ、ゲームだけじゃなくて、こう、しようっていう気はあるんだけど、その最初の一歩がね、10代に比べてね、重いんよ。その一歩を踏み出すのが、めんどくさくなっちゃってるんだよね。だからそれはいかんのよな、本当はな。ゲームだけじゃなくてな。ゲームでこんな偉そうなことは言われんけど。よし、じゃあやんべ。前回の続き。ショットガンに変えた。武器もスタンバと思って。ティアゴのクエを受けようとして、これが時間がもう終わっ、仕事行く時間になったから終わっちゃったんだな。エリクサー、これ誰か使うならエリクサー、あれオーガだろ。ああ、インパクトドライバーが欲しいな。トムさん、インパクトドライバー作れんかな。インパクトドライバーって名前じゃなかった。いるか。エイルガンを持つ。オーガも作れる。
回収ツールか。ああ、作れるな。インパクトドライバー。作るか。ドライバーで作るか。弾作って。ドライバー。動力パーツ。炭鉱が足りねえな。機械部品。あ、機械部品なくね。これ由々しき実態じゃね？由々しき。誰かもしかして機械部品持ってるかもな。なんかめっちゃあったもん、名前。なくなってるわ。書いとこう。はい。サイレンサーも持ってないんだよな。いつまで経っても作れる人が出てこねえ。機械部品か。機械部品か。欲しい。よし。バネ。アットテープも作るか。布切れがいないな。オフ。アクトテープ。炭鉱も足りないし、鉄も足りない。じいちゃんの剣士エリクサーは誰か飲むかな。医療のとこ一個入れとくか。よいしょ。よいしょ。では、止まる。SMG の位置を持っていくか。あれ？これ SMG な。サボテンマン、こんにちは。お、サボテンマンさん、こんにちは。お久しぶり。今、53日目かな。今日はね、昼やっております。夜忙しいから、最近ね。今、ティア5まで行きました。多分いっぱい、いろいろできたから、乗り物も充実したし、サボテンマン、良い感じですね。うん、良い感じ。でも、それと同時にゴールがちょっと見えてきたな。まあ、まあ、別のまた環境でやるだけだけど、寂しくなるよな。
終わっちゃうと。あと一個。何つけるかな。ドラム式なんちゃらが、なんか俺持ってたような気がする。ないか。あったあったあった。ドラム式。いいぞ。これでいっか。放射の除去の方がいいな、これな。今、放射のゾンビばっかしか出てこんからな。ツルハシ置いていい。ああ。ラベルに改造パーツけてやる。アンガーバス。最近ピカチュウさんがいなくなっちゃったな。元気にしてるといいけど。よし。じゃあ、行きますか。ソロでね、クエスト回すとき、俺今までさ、こう、視覚上げて、この、射撃の名手、ライフルでやってたけど、限界が来たけん、武器変えたわ。エリクサーで振り直した。もともと上手じゃないけど、これでもっと、クエストやりやすくなったと思うんだけどな。あとは防具変えないといかんな。あれ、いるな。どこだ？今、なんか、貞子の声したよな。どっか落ちてんのか、俺。あ、あれ？違うな。え？あ、こいつ？これショットガン穴開くわ。強すぎる。やべ、どこで吠えてるかわからん。トム、ミン。おお、押す押す。ずっとさ、ゾンビの声聞きすんだよな。俺の気のせいじゃないと思うけど。じゃあ、1時から3時まで。3時間。よいしょ。ほい。ほい。アロエの種がないな。スーパー、かぼちゃかな？医療も結構あるから。もういらないんだけどな、正直。いや、もうだいぶゴールが近づいたなっていう話をしてた。だってトムさん、あと 2回ぐらいクリアしたらもうあれだろ、ティア6だろ。もう、ゴールマジか。トム、ウェヌ。うん。ちょっと寂しい気持ちにはなるよな。やべ、弾忘れた。いや。あ、ずっとウェウって言ってんだよな。どこだこれ。これショットガンだとここ穴が開いちゃうんだな。どっかに多分埋まってんだよな。
あ、まあいいや、まあいいや。さ、この間の続きやろうか。クエスト受けてなかったから。ジャイロコプターで行くやろ。現地でお待ちしております。まあでも正直ショットガンと近接武器だけじゃ TR6 はちょっと厳しい面があるから、マシンガンか他の武器もいるよな。一番いいのは誰かが奇襲の攻撃と弓持ってて、そいつを先に先導させて敵を倒しつつ、こう、なんだろう、どうしようもないほど湧くときがあるじゃん。もう、何しても気づかれる場所とかは、ご利用し班、前衛班がそれを処理する。そしたらいけるんだろうな。俺もショットガンはね、まだ、そんな上手じゃないから、焦っちゃうんだよな。頭に当てたら、一撃で倒せるって分かってても、意外と外れんだよな。それ練習しねえと、トムさんみたいに使えるようになりてえな。やべえやつがいる。ほら。ごめんね、ちょっとクエスト受けるやろ。ちょっと待って。はい。はい。行きますか。あれ、ここだっけ？あ、ここじゃないな。ごめん、前のとこだな。なんかまた変わっちゃったな、目指すとこ。ごめん、もう一個の方だったな。申し訳ねえ。間違ったとこ来ちゃった。まあいいか。今日はこっちやろ。トム、病院だね。あ、病院だったな。間違ったわ。そうか、俺が受けちゃったからこっちになったんだな。あー、やべ。ショットガンで何発？ 11 発か。あー、ちょっと焦っちゃった。俺、回復持ってきてなくね？あ、持ってきてる。これでトムさんについていこう。うわ、どこいるよ。オッケー、開けるよ。リロードして、ナイス。
行った？ドアの周り怖えな。足に回っとるな。こっち何もなかった。鳥の巣だけか。何もない。あー、ここもいっぱいいるぞ、多分。そうさ。気をつけてんな。これ、外と合流したらやばいことになるんだよな。貞子が外におって、みたいな。前あったんだよな。開けていい？あれ、めっちゃ来た。あれ、やべ、やべ、死ぬ。危な危な。外にもなんかなかったっけ？え、地下だっけな。お、いいね。あれ、足の解体道具がない。あったあった。やべ、足切れ大丈夫。吹っ枯れてる。あれ、オッケー。終わり？あ、いいの出た。ナイフがいいわ。で、帰ろう。もう迷うんだよな。軽くしねえと。
ごめんごめん、出遅れました。あったかな、今。ファイブリンではあれか、車か、車じゃねえと入んねえよ。めっちゃいるよ。ここも結構めんどくさかったよな。アサルトプロ多くてな。やべやべ。これゴールか。これ帰る時の道だもんね。これ降りたら多分出口やけん。ナイス。終わりか。俺の声すんな。あ、いる。それで終わり？あ、ここなんかどっか入れんだよな。あのチューブみたいなとこ。入るか。はい。下は？元に戻るだけか。よし、終わり。もう一周やな。これちょっと解体していい？プレートの部屋、出口側の少し上のパイプに鉄ハッチ。ああ、なるほどね。なんかあったもんな、入るとこがね。オスオスクドさん、いや、パルワールドの発売日ですやるかやらんかは分かんない。クド、
何それ、パルワールド、パルワールド今流行りの、わからんけど今日発売の予定のサバイバル、ポケモンパクリゲーム、パルワールド受ける？これ俺のクエじゃない？え？クド、任天堂に通報しましたえ、これ俺のクエじゃないよ、トムさんのクエじゃない？トム、今防具付け替えてる。あ、オッケーオッケーオッケー、そういうことか。ちょっと今のうち俺ちょっとバイクに荷物乗せるわ、荷物パンやんけ。本を。ふい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 。ごめんね。よいしょ。いいな、まだ人がヘッドショットできねえもん。食らっちまうぜ。あ、まだ生きてる。買い閉まってんの。ファンバトン強っ。上のあれか、これか、こいつが、やべ、上見てたら死ぬぞ。弾がちょっと減っちゃったな。
アルクールいいな。石も取ろうぜ、便利だぞ。石？ああ、オッケー。こっちの石か。待ってな。そうやな、石も取っといた方がいいな。あれ、俺、弾も、使いすぎか。いつの間にか。まあ、結構使っちゃってんな。行きます。あー、やべやべこん中に入っちゃったよ。湧いた湧いた。ビビったビビった。今のちょっと危なかったな。わってなった。チーカー、チーカーみたいな声が出た。かなと思ったら本当にやったわ。わら。チーカーみたいな声出た。あ。全然ダメージ入んねえな。頭じゃないと無理なのかこれ。うん。俺のダメージが低いだけか。トム、今のやれって意味でしょ。わら。ああ、そういうこと？いや、やれって意味ではなかったけど。くど、意思疎通できてすごい。あの長い付き合いやからな、トムソンと。ぴょん。ここスイッチないんだ。ごめん。ビタミン剤とか、もらおう。ちょっとはくれるの？ありがとう。多分あれやな、ショットガンとんでもなく使うな。また紙集めんとな。緑まみれだからね。うん。そっか。するならポジ作って殴るしかねえな。そうやな。あ、それが一番いいんだけど。まあいろいろなみんなのやり方が多分あるから。人によって合わせる感じかな。上さんと行くときはだいたいその。隠密系で行くし、トムさんと行くときは一緒にショットガン持って多分近接した方が効率はいいんだな。
ラリアットさんも結構あれだな。あ、ラリアットさんマシンガン使う系。アミーガ。前はさ、十縛りの時はもう一個何するにしても足場作ってみたいな感じで言ったけどな。あれはあれで面白かったけど、まあ今はそれはトム、まあれやもんな、ついてぶっ放すだけで倒せるから楽。まあそうだな、シンプルではある。ちゃんとヘッドショットで頭に当てねえとな。それはちょっと俺はまだできてない。行っていい先。こっちじゃないのか。ここか。トムならこれのみ。うん？レコグ？あ、レコグか。Thank you。あとレコグもとか持ってきてんだな。すげえいる。ゴリゴリのゴリだ。トム、いや拾った。拾った？サイドステップすんの。うまいなこいつは。ロールもうまそうだな。サイドステップでいけるの。ボーちゃん、弾薬節約ならやっぱりビールだね。ああなるほど。紅茶さん、こんにちは。ビールか。ビールって確か近接の攻撃力もとかじゃなあったよな。でよ。クド、ナックルだけだぞ。あ、そうなの？あれ、ナックルだけ？拳だけか。これは残念だな。密造酒と合わせれるんだろうか、あれ。密造酒ってなんだっけ。おじいちゃんの密造酒。こっち。おじいちゃんシリーズがな、なんかいろいろあってごっちゃになるんだよな。 800% 物理アップ。わあ、めちゃくちゃめちゃくちゃアップやん。ドーピングもいいとこだな。素敵なソースみたいなのもあるやん、なんかおじいちゃんシリーズ。ちょっと重たいな。重た。捨てるか。いるな。ヒント。紙は絶対持って帰る。終わり？あ、そっち行ってなかったか。ここか、ここが多分なんか入れるんだな。ちょっと行っていいっすか、自分。クド、それそれ。
あ、これ取ってなかったね。ああ、いいじゃない。こっち出れる？あ、多分ゴールじゃないんだろうけど。まあ一応終わったから、こっから出れるなら出てもいいか。これだけか。まあまあまあ悪くない。入ります。ロブさんが来た。上から出れる？出口すぐ近くにあるぞ。え、こっから出れるの？うん。クド、そこじゃないけど、あ、そうなんだ。なるほど。やろう。あとハッチの裏にもクレートあるけど、まあいいや。取り逃し多いな。入るべ。さすがにニモパンや。やる。あ、クマがいる。人は、クマには勝てねえ。本日、ゴールデンカムイ、映画、今日から上映です。実写版ってどうなんだろうな。あ、でも結構気合入った作りしてたけど。いてっ！いてっ！やべ。危な、危な、危な。まだいいね。帰ろうぜ。いいね。わしは帰ります。赤の方向。ジャイロコプター組とバイク組で分かれましょう。いや、やっぱなんかショットガンだとまた違った風景が見れるな。あれがトムさんの見ていた風景か。IQ 値が減り続ける。俺もちゃんとジャイロコプター運転した方がいいのかな。ショットガンはゾンビの大群に耐性高くていいね。うん。あまりにも増えすぎると、ショットガンはデフォで貫通属性あるのが強すぎる。強いか。なんか俺はもっと大勢になるとちょっと、SMG とかそのマシンガンとかが、方が強いかなって思ってたけど、ショットガンでもいけるんだな。銃が FPS が苦手なのもろに出てんだよな。ボーちゃん、アップ弾が資源きついからね。ああ。AP 弾とかも、そんな量産できないしな。普通の弾でさえこんなに消費してるから。AP 弾の方がな、コスト高いし。まあ、弾は結構炉で作れるけど、その。トム、貫通
射つけてショットガン使えば楽勝よ。へえー、貫通も取ってんのか。俺あれライフルのためのスキルと思ってて、ショットガン取った時やってなかった。ボロボロになる。ああ、デメリットもあるのか。お、王がこれは誰が使うだろう。あ、これ2つ取れる。あ、確か、最高。ショットガンは鈍速と殴り速度低下の付与あってな、うん、戦闘のゾンビをのろくしてブロックさせてんねん。なるほどな、使いさせてるのもあるな。そしたらな、それで後ろもそれでちょっと引っかかるもんな。なんか買うのあるかな。マチョーテマチョーテマチョーテマチョーじゃない、マチェーテマチェーテマチェーテ。俺いつもマチェーテのことマチョーテって言うんだけど、なおんねルツボの読み方わからん、いつまでたってもわからんし、どういうことよ。俺旧紙幣買って、キムタク。やっと最近覚えたぞルツボ。あれもあれ買ってきて、あれ買ってきてってずっと出てこないもん。ルツボって100回ぐらい言ってやっと頭に入ったわ。ルツボ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 。でもあのさ、カナドコ読み方わかんないけど、カナドコルツボあと1個消化強化なんとか。弁当に入ってる緑のあれ。そうそう、それそれバラン。うん？フイゴフイゴ。あれもね、なんかね、フイゴっていう漢字が難しくてさ、俺いつもなんかあのフイゴっていう漢字のことをなんかあの強化なんやっけ、すだちすだちって言ってるから。すだちじゃないよなと。フイゴだフイゴ。ういごこれ。すだちすだち。大分名物すだちをご存じない？あのカボスみたいなやつ、そう、柑橘、柑橘系だよ。え、わだち？わだ、いや今聞いたのにはもう忘れた。なんだ、もう一ちょっとコメント見るわ。そう、フイゴこれだ。フイゴ。アナドコ。鉄ドコって書いて、これなんて読む？これ。これ、カナドコでいいの？トム、カナドコ。カナドコやな。ウイゴ。オッケー。たぶん次回も忘れてるわ。漢字に弱くてな。オン。イントネーションもちょっと変。ちょっと変か。ああ、そっか。すぐなくなるな、ショットガンな。あ、バグってる。消えた。あ、いや。アンディーラブ。アンディーラブ。技術。神貞子。神貞子。上貞子。倒してくる。あれもういないな。いないわ。死んだか。いや、生きているな。いるわ。当たんね。どこだ、貞子。
音聞いて、わらわら。ここら辺なんだよな。音を聞け。イヤホンがな、逆に刺さってるわ、俺。左と右。くど、くさ。直した。くど、地下かな。地下だな。どっか埋まっちゃ、俺が埋めちゃったかも。くど、なんか殴ってるね。あれだな、ちゃんと。くど、近い。救出。どこですか。あらこさん、助け来ましたよ。近えよな。俺が埋めちゃったな、多分。このこの間壊れた石をいっぱい作って、下か、あ、いた。こいつか。ややこい。穴ふさがんと。くど、聖地大事。うん、ほんまそれ。ややこい。多分ね、整地した時に中にもいたんだよ、多分。俺が気づかず埋めちゃったっぽいな。で、ずっと言ってたんだな。多分そういう落ちた。あれも、さっきも言ったんだけど、化け物語の物語シリーズの最新作が制作決まったから楽しみなんだよな。原作読んでないから、あの続きがあるって考えると楽しみやな。トム、まだいる。まだいる？え？マジで？どっかまた、ここら辺じゃないよな、でも。これ、あの塞がん方がいい？近くじゃないね。うん。まだどっか穴上がっちゃったのかな。これさ、穴の中で泣いても敵普通に呼び寄せるのか。じゃあ本当厄介だな、まだこう処理してんと。防音防湿やけん声が聞こえないとかないの。ちゃんと埋めとこう。トム、倒した。ナイス。よし。くど、水滴が路上ほったらかしな方が気になるけど、わら。だってもう水いらんからな。あれ何回、何個もね、もう、バイクに轢かれてなくなってんだよ。変にあれたくさん置くとピート値上がっちゃうし、もういいかなって思ってる。誰だよ設置したやつ。はい、わた、はい、私です。新作成パーツ、はい、ウールオーガを入れとこう。オーガ、あれオーガめっちゃ
そうだな、作ってくれたしな、めっちゃあるな。石まだ作ってるよ。石？あ、本当？本当だ。くど、壊れた。壊れた。壊れた石。ちょっと作りすぎたか。これはバグったままなんだな。トム、弾が溢れそう。マジで？もう最悪さ、俺のところに入れていいよ。俺のボックス空いてるから。弾。それでは弾ボックスをまた作るか、こっち。作るわ。くど、天井高くしてチェスト拡張かな。そうやな、そうやな、それでもいいな。今日めっちゃおしっこ近いんだけど、なんで？頻尿なんだけど。くど、腹筋しよ。わら。腹筋で治るのか？俺初めて聞いたぞ、それ。そんな裏技が。治るわけじゃないけどね。箱殴んねえようにしねえと。腹筋鍛えると、ああ、なるほど。が良くなるので。下腹部がゆるゆるになっちゃったか、俺。あ、いや、最近リハビリの筋トレもサボってるからな。やらないと。くど、尿を溜める効果と出し切る効果両方が期待できる。マジかよ。尿。工藤さんはセブンデイズだけじゃなくて暴行に関しても白色やな。工藤、下腹部の腹筋なので足上げ腹筋が効果的。なるほどな。よし、もうちょい作んないといかんか。鉄がもうなくなったわ。トムさん、あれ行ってきていいよ。あの、なんだ、ファーム。俺ちょっとまた鉄がなくなったけん、取ってくるわ。あとは排尿するときに前傾姿勢取れるといいんだけど。トム、今から売りまくってくる。オッケー。あんま前傾姿勢まだ取れねえんだよな俺。まだ腰はもう、腰はね、一生多分正常な腰には戻んねえから、この腰と付き合っていかないかんのやけど。
やっぱ筋トレサボっちゃダメだね。ちょっとトイレ行ってきます。よいしょ。くど、男性の尿道って、途中に上り坂があってな、膀胱の力弱いとそこに尿が残るねんな、わらわら。前傾するとこの上り部分が伸びる。よいしょ。よいしょ、よいしょ。どうぞ、買い物行ったんか。金ある。金使っていいよ。これも売っとくか。どんぐらい持っとく。で、掘りに行く剣、オーガとツルハシ、キュウリキットがない。あ、キュウリキットないね。キュウリキット作っとこう。キュウリキット、煉鉄、で、アクトって。最近ね、夜遅くなっちゃうっていうのはさ、その通常業務の後に、なんか最近さ、その、前話したかもしんねえけど、うちの、俺が住んでるとこの、その、市じゃなくて町なんだけどさ、町の役所の、なんだろう、潰れたね、温泉施設みたいなのがあって、その、解体すんにも金かかるし、そこの、経営者の、土地の権利と建物の権利持ってる人が、連絡がつかんくて、その、いつまで経っても解体してくれんからさ、危ないし、まあ、そこでいろいろ言ってんだけどな。連絡もあんまつかんし、ずっと放置されてんだけどさ。やっぱそういう田舎のそういう施設っていうのは、不良も集まるし、よそのね、暴走族っていうか、この走り屋みたいな人のとこも集まるし、なんだ、それこそホームレスみたいな人も集まるし、なんかね、良くないんだよ、治安が。だから、どうにかしたいんだけど。温泉は生きてるから、その、温泉きれいにして、なんかお金払って入れるようにしてるんだよ。だけど、その温泉は別個で生きてて、その前になんか、なんだろう、プレハブ小屋じゃないけど、ちょっとちっちゃいやつが立ってて、そこにお金払って一人入って、なんだろう、番頭みたいな役割、戦闘の。してるんだけど、でその横に、その、潰れた温泉宿があるんだけど、これをさ、その、なんて言ったらいいのかな？説明がしづらいな。
まあ誰か一人だからそこに管理人みたいにして入んなきゃいけないんだけど、役所の人間が。で、それが俺のその、送り迎えの、あれとはまた違うんだけど、なんか人手がないけん、もしよかったらこっちの方を手伝ってくれないって言われたけど、まあ、俺はそれあんまよく嫌だったから、了承しなかったんだけどさ、結局人手が足りんくて、時々さ、その、まあ、別の人がそこに行ってくれてんだけど、まあ、掃除やら、そのなんだ、点検やら、行かないかんのよね。だから。で、その、前も言ったけど、その、夜とか、その、そこに住んでるし、住んでるっていうかなんか、たむろってるやつとかいいんだよな。だから、一人じゃ危険やけん、その、何ヶ月に一回とかみんなでこう、何人かで行くんよ。こう。で、そういう、いたら、なんか注意して、なんか、揉めるようやったらちゃんと警察とかに電話して、ここはこうこうこういう、あれなんで、住まないでくださいとか入らない。立ち入り禁止の、よくあるじゃん。こう、ドンと入るな、みたいなの。英語で書いてあるやつ。ああいうのもして、こうしてんだけど、それでも入るから。昨日と、一昨日ぐらいからそれで、そこに、行ってんだけどさ。なんか、汚ねえし、怖えんだよな。その、ま、山のふもとみたいなとこにあるから。自動砲台設置しよう。そうやな、自動砲台設置するか。怖いんだよな。行きたくねえもん、正直。ああ、変なとこ置いちゃった。トム、ワイヤートラ設置しよう。そうやな。有刺鉄線とかもした方がいいと思うんだよな、俺も。なんかイノシシとかもいるところなんだよな、裏手は。もう車で行ってさ、もう真っ暗、もう今冬やけん、6時とかなったら真っ暗なんよ。で、そこをさ、まあ、複数人ならいいんだけど、一人で運転したりする行く時とかマジ怖えからな。で、その時になんかホームレス、まあ、まだ幽霊ならまだいいけど、入ってさ、そんな暗いところのさ、その潰れた宿にさ、人がいてさ、そのなんだ、こう、見回りとかして、出くわしたらさ、もう、俺も、セブンデイズやってるとき、わかると思うけど、ビビりやけんさ、もう、うわーってなるわけよ。心臓がキュッてなるわけよ。だけど毎日こう、今だから、今日もまた夜行かなきゃいけないんだけど、なんか、ビクビクしながら、いかんといかんから嫌なんよね。それで本当になんか住みついてるやつとかいたら行くか。でそのそれ終わった後また役所に行ってさ、何もなかったですとか、なんか大丈夫でしたとか、何日何分にちゃんと見回りしましたみたいな書かないかんのよ。だけど、それがめんどくさくて。そのせいでいつも、最近遅くなってんだよな。トム、建物内にフラッシュガン投げまくろ。ま、なんかね、前ね、そのサバイバルゲーム?なんかね、多分そこでしたんじゃないかなっていうぐらい BB 弾みたいなやつあんじゃん。ガスガン?わかんないけど。なんか、本物の銃じゃない、その、モデルガンの弾みたいなのがめっちゃ落ちてて、だから絶対ここでなんかそういう遊びやってるなっていうのがあってさ、で、ガラスとかも割れてんだよな。なんか前見た時はガラス割れてなかったのに。だけどそういうのほんと、田舎は田舎でなんかそういう風にされるから、ちゃんと、ぶっ壊さないかんだよな。権利がまだ持ってるから、手出せんのよな。ちょっと鉄掘ってくるな。今何時?2時23分。
まあ、唯一いいのはさ、お風呂、そこお風呂がまだ生きてて、掃除もちゃんとしてて入れるようにしてるから、風呂はタダで入れるんだ。でも怖いんで。昼とか、真っ暗なとこ、ま、明かりもあるけどよ。一人で入りたくないし。金が30万貯まった。マジかよ。ありすぎだろ。風呂はいいんだよな、風呂は。俺の腰にもいいし。今日もそこの見回りして、本当は入っちゃいかんけど、ああ、お風呂入っちゃいかんけど、お風呂入ってからいつも帰ってるから、それぐらいいいよな。くど、通報しといた。お風呂好きなんよな、俺。まあ、俺の東北にさ、乳頭温泉っていうの、なんか、あるな、あるやん。なんか、一回行ってみたいんだよな。なんか白い、濁ってんだろ？湯が。東北の乳頭温泉がなんか、雪、周りが雪で、こう白いお湯に入るみたいな。一回行ってみてえな。大分は近いから結構行くんだけどな、別府に。日帰り温泉行くの好きだし、結構行ってんだよな。で、マッサージはあれやけど、そこで飯食って、こう、なんだろう、サウナ入って、こう、整った状態で、休憩室で、なんか、本とか読んで帰る。わ。いるな。定置しねえとな。クド、ゾンビ掘った穴にスパイク置いてもいいね。ああ、なるほどね。埋めなくてっていうことか。あ、でもその場合、俺もなんかその穴に落ちちゃいそうやな。バイクでシッってなりそうな気もするな。よいしょ。のさ、俺その銭湯好きって言ったんやけど、サウナももちろん好きなんだけど、俺水風呂に入る文化がね、どうも好きになれんのやけど。あれ、ようみんなあんな冷水に入れるな。あんなもんさ、金属だってさ、熱した後に冷やしたらさ、急激な温度変化で、ひびが入ったりすんじゃん。人体への負担、えぐくない？えぐいんじゃないの？サウナあったかいとこからいきなり冷たいとこにポンって入ったら。あれで整うってほん、冷やし方の加減やな。ああ、あれほんと体にいいもんな。なんか俺逆に体に悪いんじゃねえかなって思ってさ。サウナ入ったらなんか、なんだろう、寝そべるとことかあんじゃん。夏の海とかでなんかこう置いてるような、ああいうのにこう座って寝てこう、なんだ、冷ましてるけどさ、体。水、冷水の中には入れんわ。あ、そうなん。
自律神経がなんか刺激されるんかな。血の巡りが良くなって、なんかそういう効果が現れたりするのか。結構やってるんだよな、みんなな。サウナ入った後。あ、サウナ。あ、ぬるま湯でもいいんだ。サウナは好きだけど、その冷水には入れないな、俺は。汗流してさ、入ってくださいって書いてあるけど、で冷たい水をこうみんな大の男がさ、みんなブルブルしながらかけて入っていくじゃん。よう入るなと思って見てる。あ、批判は しないけど、違反じゃないんだよな。すごいなっていう。ん？ちょっと待って。ボード？やべ、犬もいる？クド、好きなようにやればええねん。そうやな。あれ。まだいる？危な。やべやべ。被爆。うくさ。なんかサウナって男ばっか入ってるイメージがあるけど、女の人ってサウナ好きな人少ないのかな？岩盤浴か、女の人は。あ、温泉行きたくなったな。今日温泉浸かるけどさ、別の綺麗な温泉のとこ行きて。みんなもゲーマーやけん、その腰痛めたりしない？肩凝ったりしない？ずっと座ってることが多いとあれだろ。俺仕事がそんなにデスクワークじゃないけんあれやけど、デスクワークの人とかもっとあれだよな、腰とか肩とか肩こりとかひどくないのかな。やっぱそしたらもう温泉に行くしかないっしょってなるよな。トム、え？2個潰れてますか？なんてなんて？何が潰れてる？ 2 個潰れてる？何が潰れた？クド、脊髄やろ。ああ、マジかよ。俺はこの間の去年の事故で、この腰の骨が1個潰れちゃったからな。これで今結構腰痛に悩まされてるから。あ、みんなも。私はね、パソコンなので腰全く問題ない。あ、そうなんだ。いいな。ゲーミング、椅子ってやっぱ大事だよな。うん。最強の姿勢。最強の姿勢。だから俺ももう、パソコンディスクと椅子を買い替えようかなって思ってるんだよな。もっといいやつ。あー、椅子に座ったまま寝たりしちゃいそうだね。多分まだね、学生で自分の好きにできるお金がないとか言う人はしょうがないかもしれんけど、若い人でもね、若いうちから椅子にはちゃんとこだわった方がいいよな。腰とかそういうのはやっぱ大事だ。
姿勢っていうのは本当大事だ。あ、俺は別に姿勢が悪いってわけじゃないんだけど、腰痛めてみてそういうのはようやくね分かったから。またいるな。でも貞子のせいで全然墓じゃねえや、観光が進まん。開けたらそこにいる。また叫ばれちゃったな、めんどくさ。クド、スパイクマジで置こうぜ。置こうか。ど、こん中に置けばいいのかな。いクド、サダコがいたところ。オッケー。見失った。あれ、回復ない。20裏置いとくのいいか、気になったし。ここら辺にいたな。スパイク置くか。スパイク。こういうとこにも置けばいいか。なんならこの周りとかにも置いとくか。俺が踏みそうな感じしね。ドア横は自分で踏むのでおすすめできない。そっか、あ、これぶっ壊すか。次のボードが56日やけん、買おうか。あ、今日は54日で終わりやけん、あ、今日夜帰ってきて元気があったらセブンデイズやるかもしれんけど、やらないかもしれんし。だけどその時のごめんねって お詫びも込めて昼やってるから。なるのか。そっか。ちょっと待ってな。オーガで地下をね掘ってひたすらまっすぐ掘る。ああ。そうやな。それでやるか。なるほどな。入り口がはるかに遠いから地面掘ってる貞子が地上にいるはず。ああ、なるほどな。まあ、あれをすれば、その、はしごをつけたりすれば、問題ないわけで、どうするか。じゃあ、ちょっと、真下に掘るか。地下ではバイク移動してる。あ、でもこれ鉄が、鉄の層に当たらんかったら意味ねえか。ジオフロントかっこいいね。なんだっけ、
このジオグロントのこういうふうに侵入してきたやつ、あのエヴァのジオフロントって言ったらエヴァしか思い浮かばんだけど、他にもあんのか。ジオフロント、そもそもジオフロントってどういう意味？ボーちゃん、地図見て地上にある建物だけは注意してるけど。ああ、なるほどな。いや、多分それありやと思うよな。エヴァの敵。やべえ敵いたよな、あの、ずっと。地下空間の総称、上下には地下に作られた都市、へ都市計画。えー、あ、こうやってもう横を掘りまくればいいってことだよな、要は。あ、鉄の鉱脈に当たるかっていうとまた難しいよなっていう。あ、こんだけ多分近くにいたら、あ、深くに行ったら、貞子も多分来ないと思うけどいや、そこからさらにまっすぐ行って3か所くらい鉱脈見つけたらそこを掘っていく。な。あー、待ってな。ここからさらにまっすぐ行って3か所ぐらい鉱脈見つけたらすぐ掘っていく。まっすぐ掘るってことか。で、鉱脈見つけたら掘るってこと？こういうふうにまっすぐ掘っていって、マイクラみたいな掘り方ってことかな。ボーちゃん、地図にマークつけてそこ目指してまっすぐ。ああ、なるほどね。例えば、くど、地下直通トンネルだね。ああ、拠点の方に通すってこと？じゃあ。ああ、そういうことか。そしたら拠点から行けるな。ああ、なるほど。そういうことか。トンネル穴開けてもいいな。くど、例えば、拠点からティアゴの中央部までとかね。ああ、どうせ穴掘るならそういう風にした方がいいってことか。とりあえず、こっちに今印つけたから、こっちに穴ほがそうか。じゃあ。坊ちゃん、結局石も最初しばらくは使うからねー。なんかまっすぐ行かねえな。ジグザグになってもいいのか。くど、斜めはどうしてもいびつになるよ。なるくな。ど、大体でええねん。こう、これが細はまずいから、こう、横行って、こうした方がいいか。こっちに持っていって、ここにまで来たら、こう、の方がいいかな。掘り方としては。移動、バイクで移動するおとし式たにら。どうぞ。OK。なんか引っかかんの？ちゃんと掘れてるか、ます。なんか、ずれちゃってるな。まあいいや。気にすんな。坊ちゃん、昔地下トンネルに床敷き詰めてる配信者おったな。えー。くど、上のコンパス見て、東西南北を合わせればまっすぐ行けるよ。オッケー。ほんと穴掘ったり、こう掘ったりするのをまっすぐ掘れないんだよな。だからブロック置いてたわ。
これでなんかポルノも地下から行けるってなるのいいな。アリノスみたいな地下帝国作りてえな。ボーちゃん合わせるの難しいけど、一度一あったらダブルキーをしてるだけよ。そうか、ずっとこれでいいもんな。もうちょいよ。乗らないと進まないし。うん、そうだね。もうちょいよ。ギリギリ大きさのトンネルをバイクで走るの好き。自転車でもいいしな、こんぐらいの距離だったら。あ、開通した。ほら、俺が掘ってた穴が開通した。おお。じゃあトムさん、これで自転車置けばいいのか。まあ、バイクでもいいけど、バイク置くか。あ、自転車や。駆除、鍋津金で森と雪原の間の山脈ぶち抜くのはよくやってた。森と雪原の間の、あ、上から行くのめんどくさいしな。坊ちゃん、地上で貞子がどうなってるかはわからない。わら。そういうことか。やべ、くっそ、操作性悪い。クド、ジョエルとヒューの間がほぼ直通にできてね、便利。これなんか圧迫感すげえな。俺こういうのちょっと苦手だわ。この、天井が低い、この感じ。ここら辺、U ターンで、カーブ曲がれるようにしとくか。くど、縦三マスにする？いや、いい、大丈夫、大丈夫。やべ、自転車が壊れる。坊ちゃん。もう一度通るときは天井向けて、オーガ向けて突っ走る。なるほどな。コーナリングを良くしよう。なぜ乗れに壊しちゃった。俺壊しちゃったか。あれなんで乗れないんだろう。置けなくなっちゃった。あ、いや、上に上掘るか。ちょっと広くするアップ。これで置けるっしょ。乗れた。なるほどね。お手数かけましたが、開通しました。
ん、おそらく正面衝突しなければ自転車の耐久度もあんまり減ってないっぽい。なるほどね。あとは掘り方ちょっと考えないと、落盤事故が。除去装置作れない？ああ、作れるよ。放射の除去装置やろ。多分作れる。ちょっと待って、そっち戻る。放射の。作れる。入ってなかったっけ？改造パーツ2つあるやん。どっちも空？一回戻るか。ああ、この視点だと、よかったけど。頭がすげえギリギリだ。戻ってきた。放射能パーツ。2個ぐらい作っとくか。3個。あれ。粘着剤。剤。おーちゃん、バニラのゾンビのハプ回復量どのくらいなんだろう。HP 回復量か。どんなもんやろな。ファイブ品がマジでないの。絶対誰か持ってると思う。ファイブ品。こんなない、こんなないはずないもん、多分。速度、毎秒48くらい。結構でかいな。また車解体しに行かないかもな。ほい。で、こっちは。ダーツ作って、こっちは、パン粉を作って、鹿玉も作っていいから、これ鹿玉で合ってる読み方。なんかまた間違ってそうだな。ルツボ。須田、須田、和田。違う。強化。これ巣立ち。トム、フイゴ。そう、フイゴ、フイゴ。巣立ちでよくね。クド、巣立ちじゃねえつってんだろう。すいません。フイゴ。人生生きてきてさ、フイゴって、まあ、使う、そうか、使うか。トム、強化すだちってなんだ、わら。フイゴっていう言葉を俺は使ってこなかったからな。フイゴ。まだルツボはまだわかる。よし。まああとちょっとね、時間がもう3時になったら終わるんで、まあ、霧のいいとこで。でもパパッと。行ってきて、帰り、あれのその、見回りして、で、温泉入って帰ってくるけ。温泉、お風呂かな、まあ。温泉っていう、温泉、一応温泉か。昔はかまどに竹筒でいぶいてたやろ。こうやってふーって。
俺のばあちゃんちがなんかそういうのあまだ残ってたな。いいばあちゃんちだったかな。五右衛門、五右衛門風呂みたいなね。そんなんキャンプ行った時のあの暗号を炊く時にシューって火炊く時にしたぐらいしか経験ねえからな。こう空酸素を取り込まないと火が大きくならんとかな、つかんとか、そういうのはなんかバーベキューの時とかの知識とかでもあるけど。その呼び名が川で、それが風呂の語源らしい。タバコと一緒やん。わしはタバコ吸わんからの。昔な、俺の親父がさ、タバコめっちゃ吸ってて、俺が小学校とか保育園とかの時に、後部座席に俺が乗ってて、その親父がヘビースモーカーやけん、めっちゃさ、吸うわけよ。で、俺がいつもこう車に乗ってて、タバコ吸われると、タバコの副流煙でさ、気持ち悪くなって、こう、ゲーゲー吐いてたんよ。だから、今でも、その、車酔いするし、タバコの煙吸ったら、なんか体調が悪くなるというか、まあ、その時の多分名残なんだろうな。あんまり気分は良くないから、もうタバコは吸わない。もう、絶対吸わんと思って、来ちゃったからな。だからね、あんまり、別にタバコ吸う人がいかんとかそういうわけじゃないけど、やっぱ男同士だったらさ、なんか喫煙室で話したりすんじゃん、なんか。休憩の時とか。だからそういうのに付き合いでいけないから、ちょっと疎外感を感じるよな。私は車特有の芳香剤で車酔いする。マジか。いや、わかる。いや、わかるよ。タクシーとか乗った時とかもさ、なんか独特の、なんか匂いがあんじゃん。高速バスとかもそうやけど。あれになんか酔うんだよな、俺。体調がなんか悪くなる。なんだろうな、芳香剤、車の芳香剤とかも確かになんか変な、独特の感じがあるよな。俺もあれ、あんま好きじゃないわ。なんなら冬でも結構、窓開けてたりするからな。車運転してるとき。寒いいながら。ガソリンや軽油の匂いの方がまだマシなんね。ああ。でも軽油ってさ、その、まあ、ガスストーブ使ってる人はわかると思うけど、その、軽油を補給するときとかに手についちゃったりすると、めっちゃ匂いが手に残っちゃうもんな、あれ。ガソリンは今もうあれだよな、買えないよな。厳しくなったやん。昔なんか、その専用ボックスみたいなのがあって、それでガソリンスタンドでも買えてさ、その中に入れて保管とかしてた農家さんとかもいたけど、今無理だろ、多分。売ってくれないよな。昭和2とかの事件のせいで厳しくなったもんね。赤恨みでなんか病院かなんかにもガソリン持って火つけた人とかもいたから、ああいう事件のせいで厳しくなったんだよな、ガソリンの取り扱いが。トム、工事車両なら普通に買えるで。あ、そうなんだ。でもやっぱ取り扱い、なんとか、オッツみたいなやつが、資格がいったりしないの？現物取り扱いなんとかみたいな。ちょっとガソリンを瓶に詰めてもらうわ。火炎瓶。でもこういう、アポカリプス的な終末世界になったりしたら、ゾンビとかが、いる世界とかになったら、ガソリンは貴重だし、武器にもなるだろうな。でも自爆しそうやな。ガソリンはちょっと使いづらすぎるな。機体になって危ないな。事故りそう。トム、ガソスタの人に後ろのタンクにガソリン満タンでって言えば入れてくれる。へえー。
なんか時々車とかでもそのなんか今なんかやばい燃料運んでますみたいな車があるやん。ああいうのが工業用車両みたいなやつなんかな。トム、いや違うのか。トム、2トントラックで。え、普通の2トントラックで運べるの。へえ。ヒノノニトン、ヒノノニトントントンヒノノニトンや。俺あのCM結構好きなんよな。あのCMとなんだっけ、あのピアノのCM、全然関係ないけど、もっともっと酒もっと。てかガソリンないとカートも動かせんし発電機も動かせんやん。まあまあ確かにそうやけど、一般人が今買えないよねっていう話をしたんだけどな。まあ業者さんとかそういう専門の人はまだ買えるんだろうね。あ、許可がいるってことかな。前は昔も買えれたけど。そうだな、サラダ油でな。今でも油も高いぜ。だいぶ値上がりしたやん、この値上がりラッシュでさ。そう聞いてよ奥さん、マジでマックまた値上がりですよ、許せません。マック、俺マック好きだったのに、こないだ上げてまた上げてでまた上げんだろ、やばいな。ガソスタに行けば行けるんじゃね。マック行ってないから問題なかった。マジか。今はねもう車がガソリンじゃないと動かないってのが汎用性が悪くてしょぼすぎる。まあな、水素で動くやつとかもあるやん。まあ電気自動車とかもまだあれやけど、まだ量産あれるほどコストは良くないんだろうけどな。トム、水素で動く車とか怖すぎる。くど、人力が一番エコってこと？そうやね。8割がいるな。トム、事故った確実に吹っ飛ぶぜ。吹っ飛ぶな。なんかでも、中国とかさ、そっち系結構電気自動車導入されてんだろ。少なくとも日本よりは。トム、あれほど死んでる。あ、そうなんだ。結局ダメになってんのか。ただいろいろ国がお金とか出してさ、そのエコカー減税、日本でいうエコカー減税みたいな感じでこう。クド、水素プリウスミサイルとかもう戦争やん。そうやな。神風特攻隊だな。国がお金出してくれたはずだけどな、確か。大気汚染とかやばいやん、あの中国だけ、ね、こっちに予算を立ててなんか電気自動車とかなんかそっちに変えさせるためにみたいなしてたけど結局ダメだったんだ。日本のハイブリッドの牽制で電気自動車で対抗してきたけどコストがやばいからほぼゴミとかしてる。そうなんや。日本は本当おかしいから問題ない。やばい、また政治色が強い放送になったらやばい。ボーちゃん、ドイツがエコカーとしてガソリン車出してたはず。さすがドイツさんやな。ドイツの科学力は世界一。電気自動車はエコじゃないってリップ。エコカーで電気自動車はエコじゃないっていう。そもそもエコカーっていう名前が本当にエコかっていう話でもあるけどな。よし、じゃあ3時ちょっと過ぎちゃったけど。終わるか。へえー。
やべ、穴がどこ行った？ボーちゃん、製造時点でコミ排出量が多いんだとか。マジか。みんな博識やな。よう知っとんな。自動車関係とかそういう地形に勤めてる人がいるのかな？ああ、車もね、あんまり俺興味ないし、乗れればいいって感じだから、あんまわかんないんだけど。すごいな。よし。じゃあ今日はこんぐらいにしとくか。トムさん終わろうか。今日は。どこいるトムさん。地元で行くか違うところで行くかの違いだけだし。そうなんだ。よいしょ。石。コンクリートが足りねえか。あれ、俺石こんなないっけ。あったあった。溶かして、やべ、石満タンじゃん。くど、ぶっちゃけ言うと、人間がコミ排出しても地球的には 0.001% 程度の違いもないってよ。壁になる放送になったな。地学的な話になってる。地球科学。よし、じゃあ今日は終わります。ありがとうね。わしの、くだらん配信に来てくれて。じゃあちょっと着替えて行ってきますわ。またお疲れ様です。くど、腰言わしてそう腰言わしそうだな。あ、お風呂入ってくるから大丈夫だ。伸びしてまた行ってくるよ、元気出して。じゃあお疲れ様でした。トムさんもありがとうね。なんか作ってるの、整地してんのか。じゃあ終わります。お疲れ様でした。ボーちゃん、グッドラック。はい、グッドラック。トム、ここはまだ立ち入り禁止や。そっか。Thank you.